クリス・ブラウンは、バハマの陸上競技選手、専門は400メートルを主とする短距離走、ロンドンオリンピック男子4400メートルアール金メダリスト。シドニー、アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロオリンピック男子400メートル、400400 400メートルアールバハマ代表。個人種目では、世界室内陸上競技選手権で、たびたび表彰台に上ったほか、 世界陸上競技選手権のリレー種目において4度メダルを獲得した。世界陸上競技選手権エドモントン大会4400メートル R には第2走者として出場し、バハマ代表として優勝を飾った。2007年は成功を収めた年であり、パンアメリカン競技大会では400メートル及び4400メートル R に出場しともに優勝を飾った。 世界陸上競技選手権大阪大会400メートル決勝では44秒45のバハマ記録をマークし4位の成績を残した。4400メートルアールにはアンドレ・ウィリアムズ、マイケル・マシューと出場し2分59秒18の記録で2位となった。2008年北京オリンピック400メートルでは44秒84で4位。4400メートルには アンドレッティ・ベイン、ウィリアムズ、マシュート、出場2分58秒03の記録で2位となり、銀メダルを獲得した。2010年3月ドーハで開催された世界室内陸上競技選手権400メートルに、出場し45秒96の記録で優勝した。2012年ドンドンオリンピックの開会式では、バハマ選手団の騎手を務め、400メートルでは4位。 4400メートルリレーでは金メダルを獲得した。2009年パリにてバハマ代表は2位となり銀メダルを獲得していた。この大会のアメリカ代表であるアントニオ・ペティングルーが1997年から2003年にかけての成長ホルモン使用によるドーピング違反が理由で2008年に失格となり、バハマ代表は5年金メダルを獲得した。 Yahoo.com スポーツ2010年4月14日確認できずローラーアカリオイベントリポートメイン s 4 0 0ズフィナール IAF2010 年4月14日閲覧ありがとうございます